2024年8月15日午前3時日本時間午前10時までに調べたウクライナ最新戦況をお伝えします。ハイライト。戦況図の説明が終わった後に注目したい事柄トピックスをお伝えします。本日は79回目の終戦記念日です。先陣にチリ戦火に倒れた310万もの皆様に対し心から追悼の意を表します。近藤は通院で今年は靖国神社に参れませんでした。とても残念ですが来年は伺いたいと思います。8月14日のハイライト。軍事侵攻903日目。前線で合計153回の戦闘が発生しています。ロシア軍は5発のミサイルを使用した5回のミサイル攻撃、47機の航空機を使用した42回の空爆、565回以上の自爆無人機攻撃を行い、MARSによる射撃を含む3000回以上の砲撃を行ったと、ウクライナ軍参謀本部は報告しています。ロシア軍の損失に関わる報告、ウクライナ軍参謀本部提供、ルッカースタジオ google.com。亡くなった兵士の数1240名。7日間平均1147名、航空機を含めた損失額は1億1397万ドル相当と推定されています。地上装備の損失は169台、7日間平均の損失台数は151台となっており、主要兵器の損失数は無人機57機、戦車21両、砲57門、多連装発射機5門、装甲車両17両、非装甲車両61両、対空システム1台となっています。戦車の損失が急に増えておりますが、クルスク方面に増援で送った戦車部隊が、トレーラーの上に乗ったまま撃破されるなど、移動中に車列が攻撃されて、多数の戦車を失っています。ウクライナ参謀本部は、クルスク地域で戦闘任務を遂行していたロシアのスホーイ34爆撃機を破壊したと報告しています。ウクライナ軍は、クルスク方面にさらに増援を送っています。詳しくは戦況報告でお伝えします。ロシア軍は、ドネツク市北側ポクロウシク方面で激しい攻撃を続けており、ウクライナ軍は後退を続けています。こちらも詳しくは戦況報告でお伝えします。次に戦況について戦況図を使ってご説明します。北東方面チェルニーヒウスーミ方面。ウクライナ軍は、さらなる増援をクルスク方面に投入しており、現在、2個空中強襲旅団と4個機械化歩兵旅団に加え、2個の独立大隊、支援部隊として2個歩兵旅団、特殊部隊、戦闘工兵部隊などを投入したとみられ、総兵力は1万5000人程度と推定されています。第82空中強襲旅団は、24年の5月に、ハルキウのボーチャンシク攻防戦に増援として投入され活躍した部隊です。ウクライナの空中機動軍最強の旅団と言われている部隊です。今は、米国製のストライカー装輪装甲車など西側装備を多数装備しています。先日、クルスクのギリという町で待ち伏せに遭い、死傷者が出たと報道され、クルスクへの派兵が判明しています。待ち伏せにあったのは、偵察部隊が乗車したストライカー装甲車でした。西側装甲車であったこともあり、
ロシア側は大きく宣伝しています。第95空中強襲旅団は23年10月から始まったロシアの攻勢において、ドネツク市南側方面のマリンカ方面に投入され、その後24年6月にはトレツィク方面でロシア軍と対峙していました。ウクライナ軍はロシア軍に押されているトレツィク方面から95空中強襲旅団を引き抜いています。ウクライナ軍上層部はかなりの覚悟を持って前線から精鋭部隊を引き抜いてクルスクに投入しており、ロシアの気を引いて兵力を分散させるという目的だけではなさそうです。今のところウクライナ軍の最大の目的が何なのかはっきりしませんが、戦争の行方を左右する目的があるのだと推定されます。それでは戦闘が行われている地域を拡大して表示します。ウクライナ軍はスネゴスト北西のクラスヌクチャブリスコに到達しました。戦闘が始まっています。スナゴストの南側でもウクライナ軍は国境に沿って西に前進しており、ビクトリフカとクールデブカ、フネザプノエの3つの町の占領が確認されています。ロシア情報筋によると、これネボ郊外で戦闘が続いています。ウクライナ軍の破壊工作グループがロシア軍の背後で活動する中、ウクライナ軍 AFU はコレネボ中心部への到達を目指しています。トルピン、アレクサンドロフカ、ベルトノでは戦闘が続いており、ウクライナ軍はまだ占領できていないようです。ポグレブキー付近では戦闘が続いており、ウクライナ軍は前進できておりません。ベルジン、ボルショエ・ソルバツコエ付近でも戦闘が続いていますが、膠着した状態となっています。スジャの東、ウラノクではロシア軍がまだ抵抗を続けており、ウクライナ軍と戦闘を行っています。ウクライナ軍が伏撃を仕掛けてロシア軍の一帯を撃破するなど、ウクライナ軍が押す形で戦闘が進んでいます。スジャの東ではギリの西にあるクリペツとカミスコエの2つの町がウクライナ軍により占領されています。これによりギリの西側カツプセール側の南側にある拠点は全て占領されました。トレツィク方面、この方面で21回の攻撃がウクライナ軍により報告されています。18回の攻撃が撃退され、3回の攻撃が継続中です。トレツィク正面にあたるドルージバ、ピブニチネでは戦闘が続いていますが、ロシア軍のさらなる前進は今のところ防いでいるようです。ニューヨルク中心部で激しい戦闘が行われており、ロシア軍に勢いがありそうです。ここ数日でニューヨルク陥落もありえるかもしれません。要注意です。ニューヨルクの西にある森林公園一帯がロシア軍に占領されました。ウクライナ軍は簡単な戦闘で撤退しています。東部ドネツク市方面、北側、この方面で55回の攻撃がウクライナ軍により報告されています。40回の攻撃が撃退され、15回の攻撃が継続中です。ロシア軍は55回という今までで
最大の攻撃回数でこの方面に攻撃を行っています。ウクライナ軍参謀本部の発表では、この方面だけでこの日ロシア兵250名以上が死傷し、戦車1両、装甲戦闘車両2両、非装甲車両7台などが破壊されています。さらに砲兵システム2台、装甲戦闘車両2両、非装甲車両3両に大きな損害を与えたとしています。拡大図で戦況図北側の戦況についてご説明します。町の半分を占領されても粘っていたジェランネがついに陥落、ロシア軍が占領しました。ロシア軍は線路沿いに高台を進み、ミコライウカに侵入、市街戦が始まっています。別動隊は北上して、ウクライナ軍が防衛を放棄したと思われるオルリウカを占領し、そのまま北上し、ジュラウカで市街戦が始まっています。ウクライナ軍は戦場を制御しているのかどうか分かりませんが、今のところ線路沿いに進むロシア軍を止めることができていません。オレンジ色で引いた次の防御線まで大きな戦闘をせずに下がっているということも考えられます。オレンジ色の防御線にロシア軍が近づきましたので、ここ数日でウクライナ軍の防衛作戦がはっきりするかと思われます。ただ単に敗走しているのか、作戦を準備して引いているのか、ただの敗走であればポクロウシクもかなり厳しいでしょう。東部ドネツク市方面南側、この方面で5回の攻撃がウクライナ軍により報告されています。4回の攻撃が撃退され、1回の攻撃が継続中です。クラスノホリウカではロシア軍の掃討作戦が続いており、郊外でウクライナ軍がこれを妨害して戦闘が続いています。ロシア軍は度重なる損害にもめげず、クラスノホリウカの北側でやっと占領地を広げられたようです。南部沿岸域およびクリミア半島についての戦況、ここ数日のクリミア半島はとても静かです。ウクライナ軍は何か準備を進めていると思われます。ロシア占領地領内での戦況、昨日の動画でお知らせしましたが、ニジニ・ノブゴロド州に対するドローン攻撃の詳細が判明し、映像も出てきましたのでお知らせします。攻撃を受けたのはサバスリーカ航空基地です。映像は航空基地の守備についているロシア兵が撮影したと思われます。ご覧ください。トーチカ内部からドローンに向けて小銃や機関銃を撃っているようですが、最終的にドローンが航空機駐機場に突っ込んで爆発しています。駐機場には大型の輸送機と思われる機体の上部が見えていますが、他にどのような機体があるのかは見えません。ドローンは大型機の手前に落下して爆発していますが、被害の程度は不明です。ウクライナ軍は昨夜ボロネジの2カ所とニジニ・ノブゴロドの1カ所、
計3カ所の航空基地を攻撃しています。ロシア側は117機のドローンで攻撃があったが、すべて撃墜したと発表しています。しかし実際は、映像をご覧の通り、ニジニ・ノブゴロドではドローンが航空基地に突入することに成功しています。ボロネジでは10回以上の爆発音を聞いたと、地元住民が音だけの映像をアップしています。サバスリーカ航空基地と同じタイミングで攻撃を受けたボロネジのボリソグレブスク航空基地の衛星画像が公開されました。8月14日のプラネットラボの衛星画像は、ウクライナの無人機が飛行場の北西部を攻撃し、駐機場と滑走路から少し離れた倉庫の2箇所が破壊されているのがわかります。駐機場の倉庫に航空機が入っていたとすれば被害が出ているのでしょうが、不明です。次に注目したい事柄です。昨日もお伝えしたブルームバーグの記事に関する追加情報です。まずブルームバーグの報道をおさらいすると、ロシア情報筋の話として、ロシアは年内にさらに多くの軍隊を動員する計画だというものでしたが、これを補強するように、マリウポリ市長顧問のアンドリュシチェンコ氏は、ロシアは大規模な徴兵の準備を進めていると述べ、新たな徴兵も間もなく開始される可能性があることを示唆しました。やはりロシアは年内に動員を行う可能性が高いようです。かなり国内が動揺すると思われますが、そうしないと兵が足らないのでしょう。ロシアはこの1年で40万程度の将兵を死傷させ失ったと思われます。また素人の兵士は契約兵士で何とか賄えたとしても、将校や下士官不足は補えません。軍務経験のある予備役を招集しないと部隊として動かすことすら難しい状況になっているのではないでしょうか。ポリティコの記事からです。ロシアは北朝鮮に対して可能な限りの兄弟援助を提供するだろう。ロシアは同盟国の飢餓との戦いを支援するため、北朝鮮に447頭のヤギを送る予定だとポリティコが報じました。これはすごい量なのかどうかいまいちわからないのですが、北朝鮮の水害はかなり厳しい状況のようです。プーチン氏がそれなりに北朝鮮に気遣いを見せているのは間違いなく、まだまだ北朝鮮の軍事的な支援が必要なのだと思われます。北朝鮮にはロシアの技術者などが入って兵器生産の支援を行っていると見られており、ここで得た生産技術などが後に韓国や日本に脅威となるのは目に見えているのですが、何か妨害する方法はないものでしょうか。中国とロシアは軍事同盟を強化している、ニューヨークタイムズの記事からです。中国とロシアは西側諸国に対して非公式の政治的経済的同盟を結び、現在軍事協力の拡大と進化に動いているが、これは米国にとって懸念事項である。これまで米国は軍事ドクトリンを策定する際に、中国とロシアとの個別の紛争シナリオを検討してきたが、今後は2つの核大国に同時に対峙する戦略シナリオを策定する必要がある。ニューヨークタイムズ紙の記事なので気にしないようにしようかとも思いましたが、最後の2つの核大国に同時に対峙する戦略シナリオを策定する必要という文言がとても気になりました。
ロシアも中国もイランも北朝鮮も個別にアメリカに喧嘩を売っても勝負にはなりません。しかし、これらが欧州、中東、東アジアで同時に行動に起こせば、米軍の対処能力を確実に超えます。そうなった場合、欧州では NATO が米軍を補うでしょうが、東アジアではおそらく日本ぐらいしか支援できる国がありません。韓国も海軍などは少し余裕があるのでしょうが、基本的には北朝鮮と対峙するだけで精一杯でしょう。よって、東アジアでことが起きた場合、米軍を支援しつつ、後方の基地として日本は必要とされるでしょう。近藤はいつも自衛隊の継戦能力を気にかけてきました。冷戦時代からこの方、満足に弾薬が備蓄されていたことはないと思っています。今になってミサイル500発備蓄とか気にし始めているようですが、生産ラインが動き始めて弾薬庫に収められるには時間がかかります。特にドローンの登場で防空ミサイルと対空機関砲弾は大量に必要になるでしょう。島国である日本を守るには防空ミサイルが足りないという事態が起きては守りきれません。大幅に予算を増やして弾薬の備蓄にも力を入れ始めていますが、それが完了するまでの3年程度、中国は待ってくれるでしょうか。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。